おはようございます。本日は9月19日、月曜かな。そうですね、月曜ですね。で、今日は今からカフェに行きます。ここは学校なんですね、やっぱりね。なんかいつも何なんだろうと思ってたら、ここは学校。こんなね、お寺の目の前で学校があるってすごくいい場所ですね。僧侶もいるんですよ、中にはね、たくさん。いい学校だなぁ。で、今日はね、ちょっと後で、まあ、カフェでちょっと今からコワーキングがっつりやるんで、その後、このラオスのやっぱり経済状況とか、子供に関してね、ちょっと思うところが何個かあったんで、そのあたりについて話をしたいと思います。いや、これは結構闇深いというか、貧しい家の子供がね、なんかちょっと本当に不憫だなっていうのが垣間見えることがね、なんか多少あったんで、ちょっとそのあたりについて後でお話します。とりあえずカフェですね。今ですね、今ちょっとカフェに来たんですけど、なんかこの辺り一帯がね、全部停電してしまってるようなんですよね。どうしようかな。もうなんかホテルが停電してたのはなんとなく気づいたんですけど、カフェまで停電ですね。どうしようかな。どこまで停電してるかっていうのがちょっとわかんないんですよね。この辺にもカフェはあるっちゃあるんですけど、見たとこどこも電気ついてないですね。やっぱりこの一帯は全部落ちたんだ。これ復旧いつになるんだろう。どうなるんでしょうね。ここは来たことないな。いやー、どうしようかな。ここも電気ついてないもんな。やばいやばい、マジでどこも電気ついてない。ゴーストタウンになりましたよ。電気がついてないどこも。何があったんでしょうね、この街に。コンビニも真っ暗。やばいね。コンビニも停電してるから万引きし放題で、ちょっと昔のことを思い出した。あのコンビニの停電でね、あれは東日本大震災の時でした。 3.11 か。僕はね、当時震災に巻き込まれたんですよ。その時はとび職として働いていて、茨城県に出張で行ってたんですよ。で、まあとび職で工場の定期修繕みたいな感じの業務を行ってたんですね。工場って結構でかい工場があるんですよ。全国各地にでかい工場があって、まあそういうのって4年に1回とか1年に1回とか定期的に整備をするんですよ。で、それにとび職っていうのはもう全国からかき集められて仕事をするんですけども、まあその途中でね、僕は震災被害を受けました。まあ、3月11日14時45分ぐらいだったと思うんですけど、まあその時ね、地震が起きて、僕はその時何をしてたかというと、ちょうど休憩をしていました。で、休憩ってああいう建築系の人っていうのは10時とか15時に休憩を取るんですよね。で、昼は12時取るんですけど、まあ間休憩っていうのがあって10時15時に休憩を取ると。で、本来なら僕はですね、15時までは仕事をしてるはずでした。そして震災が起きたのが14時45分ぐらいで、その時たまたまですね、14時半ぐらいにはもう休憩に戻ってたんですよ。で、休憩所で震災の揺れを感じ始めたんですけど、これがね、もしね、15時まで仕事してたら僕は死んでたかもしれません。っていうのも結構高いところに登って、まあ足場の作業みたいなしてたんですよね。まあ安全帯って言って、その落ちない落下防止は一応してるのはしてるんですけど、揺れが揺れだっただけにいろんなものに挟まれたりとか、そのまま落下防止をつけてるとこごと落ちたりとか、まあそういうことも考えられたし、生きてなかったかもしれない。まあたまたま運よく2時半に戻って2時45分に休憩所で揺れを感じたんで。でね、あの揺れはマジでやばかった。いや、僕もあれ二度と経験しないんだろうなって思うんですけど、まあ日本にいたらわかんない、もう一回ぐらい経験するかもしれないけど、もう経験したくない。あの時はまず横にめちゃくちゃ揺れたんですよ。グワン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 って、あの徐々に徐々にですね、最初はまあ弱く始まり、だん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 強くなっていって、最初はね、まあ揺れてる揺れてるみたいなのんきに構えてたんですが、だんだんそんなことも言ってられなくなって、なんかこれ長くねえかみたいな、ちょっとやばくねえみたいな話になってきて、おいおいおい、これ大丈夫かみたいな。そしたら今度はね、横揺れが止まったと思ったら縦揺れに変わったんですよ。で、この縦揺れっていうのが一番やばい地震の揺れらしくて、もう縦に揺れるってあるんだって、その時知りましたね。地面が縦に揺れるってあるんだって。
物理的に考えたら、いきなりこの地面がこう揺れるって、縦に揺れるって想像がしにくいじゃないですか。まあ地球の構造上、縦に揺れるとか、まあ地震の揺れっていうのは起きることはまあ科学的にも証明されてるとは思うんですが、ただね、そんなこと想像できないじゃないですか、人間って。自分の立ってる地面がいきなり縦にシェイクするっていうのがね、白ひげのおっさんでも来ない限り起きないと思うじゃないですか。でも起きたんすよね、目の前で。縦揺れが起こるとどうなるかっていうと、立ってるのがやっとになるんですよ。まあ立ってるのがやっとで動けないんですよ。いや、とてもその状態で避難しろとか言ってどっか逃げるっていうことはまあ難しいでしょうね、あの揺れだと。もう頭真っ白になるし、周りに車が置いてあったんですけど、その車がね、跳ねるわけですよ。踊ってるみたいにポン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 って上下に跳ねるわけですよ。おい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 、どうなるんだ地球はと。もうやばいぞこれと。でしばらくその揺れがずっと続いていくわけですね。で僕らのいた工場っていうのは、一つ間違えれば爆発するような、まあ、薬剤であったりとか、そういうねガスとか使ってるわけですね。でやはりそういう大地震の時っていうのは爆発します。工場っていうのはどこかが、まあ、配管が外れてガスが出てしまってとか、でそれがどっかに引火してボーンっていうことは起きるんですね。でやっぱり僕らのいた工場でもそれがいきなりボーンって地震中に起きて、やばいじゃんこれみたいな、俺らここいて大丈夫なんみたいな感じになったんですよ。いやマジでやばいわこれってなって、まあとりあえずそこでもうみんな業務は終了ですよね。仕事なんてやってらんないし、そんな状況で次何が来るかもわかんないし、とりあえずみんな帰ろうってなったんですよね。でも僕ら出張中だから、アパートっていうかまあ滞在先に戻るしかなかったんですよ。とりあえずね、どこか県外に行くっていうこともできないし、とりあえず滞在先に戻って、どうするんこれからみたいな感じになったんですよ。でその地震が起きた後っていうのは、もう電気とか全部ダメになっちゃって、で今日みたいなね、コンビニ全部止まっちゃってる、万引きし放題、まあしてませんけどね、万引きは。電気は全部止まる。で液状化現象っていうかな、あれなんか地面から水がビャーって出たりとか、地面がもうこう覆われてたりとか、いろんなところで被害出てるし、で僕のいた茨城県神栖市っていうところが近くて、そこはね津波被害も受けてるところなんですよ。で僕らのいた工場、まあ、工場って結構海沿いにあることもあって、僕らの滞在先もね海に近かったんですよね。で僕らは当時ちょっとねバカみたいに海にも行ったりしましたよ。震災の後に海に行っちゃ絶対ダメなんですけど、海に行ってなんか大きな丸太流れてきてるのを楽しみながら、やべえねーみたいな感じで海沿いを車で走ったりしたんですけど、いやあれは絶対やっちゃいけんなっていうのを今更ながら思いますがね、そういうことをしたりとかやってましたね。で結局その後どうなったかっていうと、僕らは出張中なんで家に帰るっていうこともできないし、とりあえず職場来て、まあ、ずっといるだけみたいな感じにしよっかみたいななって、でね物資がマジでなくなったんですよ。あの飯とか全部あのスーパーとかコンビニとかから物が消えたんですよね。で食うもんがないんですよ、とうとう。で外からも物資が入ってこないから、運送とかもねなかなか難しくて、だからもうカップラーメンすらないみたいな感じになったんで、俺ら飯食えねえじゃんってなったんですよ。そしたらまあ工場の方で乾パンを用意してくれてたんで、まあそれを食いながらしばらくしのぎましたね。であとはまあその元請け会社の人が買いだめしていたラーメンとかをちょこちょこもらったりとかしながら過ごしてました。それがどんぐらいだったかな、1週間ぐらいだったかな、1週間ぐらいいたと思います。滞在してまあなんとか食いしのぎながら最終的には地元に帰ることになったんですけど、いやーあれは貴重な経験でしたね。で震災のちょっと後にまあ港とかも行ったんですよ。あの震災被害がひどかった、津波被害がひどかった港とか行ったら、やっぱりボートとか船とかもう全部ひっくり返ってぐちゃぐちゃなってましたね。でやっぱり被害者も何人かやっぱ出てたとこなんで、いやマジで怖えと、地震と津波っていうのを僕は今さっき停電したコンビニで思い出しました。でこれからね日本では大地震が何回かあるわけじゃないですか、首都直下型とか、まあ南海トラフが一番怖いと思うんですけど、だから僕はなんかそれもあって日本に今いたくないなっていうのはちょっとありますね。いやマジで何もできなくなるし、日本人ってパニック絶対なるんですよ、そうなると。
多分耐性がないから、この東南アジアとかだと、まあ、停電しても対処法っていうか別にそんな大したことないって思えると思うんですよね。だけど日本人ってやっぱり普段豊かすぎるから、何かあった時に準備してるとはいえ対応できないと思いますね。サバイバルとか苦手な人多いと思うんで、やっぱりで火事場泥棒的なやつも現れるし、まあ、そういうね対策とかも万全ではないと思うしね。いや、やっぱり自然災害は怖いですよ。地震が起きて、いやマジで揺れがやばい時って動けないですよ、そんな簡単に。なんかすぐ逃げましょうとか高台に避難しましょうってなった時に、まあめちゃくちゃ揺れてて動けないと思いますよ、普通の人は。あれでは縦に地面揺れてたらどうやって走んのって、多分バランス取れないと思います、走ったりしたら。それぐらいやばいから、もう本当にガンガン車が跳ねるんですからね。聞いてくださいよ、車が跳ねるんですよ。そんな中人間だけがまともに走れると思いますか？無理でしょっていう話なんですけど。でね、もう一個地震の怖さ、その時感じた。1週間ぐらいまあ滞在して、1週間もいなかったかな、忘れたけど、まあ何日かいて感じた地震の怖さっていうのがあるんですよ。それは余震、大きな地震の後の余震が怖い。あのね、余震が1時間とかどんぐらいだろうな、もっと間隔あったかな、なんか30分とか1時間おきに揺れるんですよ、とにかく。しかも震度3ぐらいで毎回毎回揺れるんですよ。これね、経験した人だったら あれやばいよねってもうすぐに理解してもらえると思うんですが、その揺れで寝れないんですよ。なんでかっていうと、僕らは震度7ぐらい、6強やったかな、ちょっと強め、まあ縦に揺れて車が跳ねるぐらいの揺れを体験してるんですね。それがまあ一瞬でトラウマになってるわけですよ、地震やべえって。でそのトラウマが体に染み付いてるわけですね。なので震度3ぐらいの揺れがあるとマジでビビるんですよ、震え上がるんですよ。でそれが寝てる時にも襲いかかってくる。であの警報が鳴るわけですよ、ブーブーっていう皆さん嫌いな緊急警報、1時間おきぐらい鳴り響くわけですよ、部屋の中に。こんなんもう寝れねえよって、やべえよってなるんですよね。あれも怖かった、本当にもう一回来るんじゃないかっていうね、恐怖マジでね。だから被災した人っていうのはやっぱりそういうところで精神的にやっぱ追い詰められていくと思いますね。電気もつかない、飯もない、余震の恐怖にさらされる、だん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 疲弊していくと思います。だから南海トラフとかって結構範囲でかいし、愛知、三重、静岡とかもっとか、下の方、太平洋の方かな、あっちの方とかはね、ほんまにやばいと思うな。死者も結構出るだろうし、これってもう分かってることじゃないですか。でもそこに住み続けなきゃいけないわけじゃないですか。だから僕が簡単にいやみんな逃げたらいいんだよっていう話じゃないし、もうそれは受け入れるしかないですよね。まあ被害は絶対出る、これから何年か先に必ず南海トラフっていうのは起きるし、まあ仕方ないですよね、日本にいる以上。僕はだから痛くない、まあ逃げ続けようかなと思うけど。僕は当時ね楽しんでましたがね、地震はね、いや面白かったっすよ。だって普段できない経験だし、僕は結構楽しめましたね。お、電気ついてる店があるぞ。停電復旧しましたね。何が原因だったのかはさっぱりわかりませんが、電気ついてるな。おー、ついてますね、やった。よし、カフェ行こう。ちょっと屋台が空いてるから飯食うか。Hello? Somebody? No, no rice. Rice? Rice. 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 Ah. Oh, my God. Udon. 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 Okay. Okay. Yes. Udon. 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 今のご飯で170円ぐらい。安っ。また停電になりましたね。